アルブレヒト・デューラーによるエングレービング。黒魔術とは文化人類学で定義される邪術とほぼ同義とされる。黒呪術とも言う。他人に危害を与えるための技。不道徳な魔術を呼ぶ。才の別称。自己の欲求、欲望を満たすために行われる魔術のこと。自分にとって好ましくない魔術、魔法。通常、呪術で悪霊力を借りるなどして、 相手を呪う術は全てこれに当たるとされる。また、自分の側に不都合な魔術は全て黒魔術とする分類もあり、自分にとって認められないものという以外に厳密な用法はない。対になる概念に白魔術がある。しかし魔術について、白や黒といった浅はかな分け方をすべきではないという考え方もある。黒か白かを決めるのは魔術を行使する術者の意志であり、 術の使い方次第で黒にも白にもなるのである。また、白が善で黒が悪というのは、黒人差別と同じ思想が流れているという指摘もあり、現在では黒魔術、白魔術という言葉は使われなくなってきている。インドやパプアニューギニアなどの占い師や、マジナイ師は、 2010年代においても結果を魔女による黒魔術に求める例が後を絶たず、毎年魔女狩りによる犠牲者が少なからず生じている。ありがとうございます。